はい、それでは皆様、本日は第2回、2024年度、海外日本語教育学会の研究例会においでいただきまして、誠にありがとうございます。本日司会を務めます、近藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは本日はですね、予定、ご案内の通り、訪日労働者の送り出し機関における日本語教育、インドを、事例としてという、テーマでお話をいただきたいと思っております。すみません。じゃあ、ちょっと共有させていただきます。共有されてますかね？はい、言ってますかね。はい。はい、見えてます。本日ご覧の通りの、予定で、お話を進めさせていただきたいと思います。本日の、お話に、をしていただくのがですね、元国際交流基金日本語教育上級専門家で、インド・バンガロールで、活動されてました村上義文さん。村上さんは、当学会の世話人でもあります。それから、職場で問題が発生した場合の問題、相談窓口への電話対応の教材策定から得たことというテーマで、リコミコンピテンツの、創業者で、いらっしゃいます、リツ・コチャル・ミシュラーさん。それから、訪日労働者のキャリアパスというテーマで、ネイビス HR 社 CEO の円淵貴子様、にお願い、お話を頂戴したいと思っております。まあ、これ、毎回のことなんですけれども、講演中、何かご質問等がございましたときには、チャットの方にですね、ご遠慮なくいろいろ書いていただきまして、後ほど皆さんのご連、えー、皆さんのご質問等をですね、私の方から ご遠慮の方に、伺うという形を取りたいと思っております。ぜひどうぞ積極的にですね、いろいろ、ご質問いただけたらと思っております。それではですね、早速ですが、ご講演をお願いしたいと思っております。それでは、最初に、村上さんに、お話をお願いしたいと思っております。私の方の。今回ですね、日本語教師養成コース、訪日労働者の労働問題を防ぐことのできる教師を目指しての実践報告ということで、お話を伺いたいと思います。それでは、村上さん、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ、これ、共有はい、私、いりますね。はい。ありがとうございます。それでは僕の方から、画面共有させていただきます。よろしくお願いします。ですね、ちょっと待ってくださいね。ただいま画面共有しておりますが、ご覧いただけていますでしょうか。大丈夫ですかね。まだ入ってないです。まあ、だ来ま入っしてた、ない。来ました、来ま来しました。た。よかった。ですね、ちょっとじゃあまず最初のこの画面からご案内しますが、左上の方に、クリエイティブコモンズの、CC BY というのがあります。これはですね、僕の、このスライドをその皆さんが、コピーとかコピペとかしてくださっても全然構いませんが、この BY っていうね、僕の名前は必ず入れてくださるようにお願いしたいと思います。まあ、それさえできていれば無断でコピーしてくださっても構いません。それからこのスライドですが、こちらにですね、あれ、ちょっと待ってね。この QR コードを、スキャンされると、ちょっと待って。はい、外れちゃいました。はい、この QR コードを、スキャンされると、あれです。このスライドですね。このスライドを皆さん、お手元で開くことができます。一応、念のためにですね、今、チャットボックスの方に、このリンクをペーストしました。はい。このリンク、今、チャットボックスにペーストしましたので、これご覧になると、今、僕が、
お見せしている、このスライドを皆さんもお手元でご覧になることができます。はい。で、本日はですね、日本語教師養成コースで、訪日労働者の労働問題を防ぐことのできる教師を目指してという、そういうのは、まあ、職場でやりましたので、それについて、ご報告させていただければと思っております。はい。それでですね、まあ、ちょっと僕は、こういう、プレゼンとかで、いつもですね、何言ってるかわからないとかよく言うので、僕の言いたいことをまず最初にはっきり申し上げてしまうとですね、この外国人労働者の権利を守るために、日本語教育は何ができるかっていうね、こういうことに関しては、その労働問題を予防とか解決するための日本語を教えるということで、僕たちは貢献できるんじゃないかと、こういうふうに思っておりますので、今回の、研修につきましても、ですね、はい、そのためにやったというのがあります。ちょっと待ってくださいね。今、あ、大丈夫。はい、はい。はい、はい。で、最初に申し上げたいんですが、まあ、今回ですね、ちょっと技能実習の話とかもちょっとするんですが、技能実習の受け入れ企業イコールブラック企業という意味ではありません。もうこれは全くそういうわけではありませんね。で、その今回、そのご発表になる、そのナビス、とか、それ以外も含めまして、ホワイト企業もたくさん、本来のこの、技能実習ね、技能の実習のために、受け入れてくださっているところとかも、もうすごくたくさんあるわけですね。はい。で、そういう環境では、ちょっと今日ご紹介するこの研修とか、教材というのは、まあ正直必要ないかもしれません。はい。まあ、ただ、まあ、残念なことに、そうではないところもちょっと結構あるわけですね。この具体的な数字を申し上げますと、あ、すいません。令和5年末の、在留外国人数が、まあ、307万人ぐらいいるんですけど、で、そのうちの40万人ぐらいが技能実習生で、この40万4556人のうち、この令和、令和5年ですね。令和5年で失踪してしまった人が9751人いると。これはこの分母で割ると、2.41%なわけですね。で、で、この9753を1年間、365日で割ってみると、まあ、1日平均、26人超の人が、失踪していると。その闇の世界にですね、日本の、闇の世界の中に、消えていってしまっているという、そういう状況があります。まあ、これが多いか少ないかっていうのは、もちろん人によって、主観的なことなので、多いか少ないかっていうのはね。例えばこの2.41っていうのも去年に比べるとだいぶ下がってますから、まあこれは少なくなったということも言えるかもしれませんので、まあこれが多いか少ないかっていうのはさておき、こういう数字があるというのは僕たちも抑えておくべきではないかと思っています。で、特にですね、インドっていうのは、世界で最大のその外国人労働者の送り出し国なんですね。今は日本ではそれほど多くないですけど、まあ、やっぱり日本だけ来ないっていうのは、ちょっと、そういうバランスっていうのも今後はやっぱ増えていくと思いますので、それでその日本、インドの国内でですね、こういう研修を早めに、問題が起きる前にやっておくということは必要なんじゃないかと思っています。で、繰り返しますが、今のところ問題、インドにおけるこういう、まあ、インドから日本に来た外国人労働者が日本で虐待されているとか搾取されているとか、そういうことは少なくとも報道されてはいませんし、失踪者が出たということも僕も今のところは聞いていないです。はい。それでですね、まあ、さっきのその、この外国人労働者の権利を守るために、僕今までもですね、ちょっといろんなことをやってまして、例えば2018年にですね、まあ、例えばブログとかで、そのブラック企業と戦うための行動リストっていうのを、発表したりしていました。で、これはですね、まず前提としては、このもう、行動中心アプローチが今の日本語教育のスタンダードとして普及しているので、この行動リストさえ作れば、その現場でね、技能実習生に日本語を教えている方たちが、それをもとに、こういう日本語のその日本語教育をしてくださるんじゃないかと思って、こういうのを発表したりしていたんですが、あまりですね、実は反響があまりなくて、まあ、それでまあ、そうだったら僕が自分でその教師の研修を通して、こういうことをやろうというふうに思ったという次第です。
はい。じゃあ実際にどういう研修だったかっていうふうに申し上げますと、コース名がですね、この訪日労働者の、労働問題を防ぐことのできる、教師を目指してっていう、こういうコース名の日本語教師養成コースでした。で、目的は主に3つありまして、まあ、最初の1つがもちろん一番中心だった、その訪日インド人労働者の、労働問題を防ぐことのできる日本語教師の育成ということですね。はい。で、そのためには、まあ、行動中心アプローチという考え方が非常に効果的なので、それについても、まあ、インドではまだそれほど普及していないので、ちょっとこれについても、普及のきっかけになればというふうに思っていたところもあります。あともう一つはですね、インド人の日本語の先生方と、その他の地域、特にその日本人の、ね、ネイティブの日本語教師の方の、交流というのもできればいいなというふうに思ってやっていました。で、期間は今年の5月末から8月、初めまでで、10週間ですね。まあ、ただし、これ毎週日曜日だったんですが、7月の第1週でしたっけ、JLPT の、日がありましたので、その日だけは休校というふうにして、まあ、つまり11週間で10回、の、授業をしたということですね。もう形式的にはもうこれ本当によ最近のよくあるパターンですけど、僕がですね、その事前に見ていただくための、授業を動画で見て、動画で作っておいて、で、それを皆さんが見た上で、授業にこの Zoom のね、ライブセッションに参加してもらって、それでいろいろ疑問点とか相談とかしつつ、成果物を提出してもらうという、そういう形をとっています。はい。で、対象としては、まあ、インドに住んでいる日本語教師及び志望者の方。まあ、これは日本語のネイティブの方もいらっしゃいますけど、ほとんどは日本語を第一言語としない方でしたね。はい。で、あと、それからその他の地域からの参加者の方はですね、まあ、主にそのサポートボランティアとして参加してくださった方もいらっしゃいますが、まあ、一応ですね、ちょっとまあ、職場の事情があってですね、やっぱり、僕はインドにその公費で派遣されていたので、基本的にはそのインドのための仕事をするわけですね。なので、その修了証の発行とかですね、個人面談とか、そういうのはインド在住の方だけです。で、それ以外の地域の方は、まあ、もうもちろん動画とか自由に見られますし、その交流にも参加していただけますが、その修了証とかの発行の対象にはならないという、まあ、そういう、ちょっとお役所的な事情もあったりして、こういう形になっております。はい。で、内容としてはですね、まあ、僕はもともと日本語教育の専門家ではあるんですけど、そういう日本の国内のその外国人労働問題に関しては、まあ、全然専門家ではないので、それでですね、日本の、NPO 法人のポッセというところに、その外国人労働相談センターっていうのがあるんですね。で、そこを担当していらっしゃる、岩橋誠さんという方を、この問題の専門家として一回お呼びしまして、その日本国内の、外国人労働問題に関する講義というのをしていただきました。一回だけですけどね。あ、で、この岩橋さんの、ご著書にですね、外国人労働相談最前線という本があります。これも非常に勉強になる本でした。僕にとってはですね。はい。で、それから、今回はその問題を防ぐっていうね、そういうことが、外国人労働者の問題を防ぐっていうか、その権利を守るとかですね、そういうことが中心になっています。で、権利を守るとか、あるいはその、労働問題を防ぐとか、それは行動ですよね。なので、ですから、この行動中心アプローチというのが非常に、効果的であるということで、それに基づいた教材作成の指導というのも行っています。あと、みんなでですね、これ教材を作ったんですけど、その教材を一般公開してみんなでですね、使えるようにしたらいいねということで、その著作権とかですね、あとはそのクリエイティブコモンズっていう、まあ、オープンイノベーションとかですね、そういう考えについても解説などを行っていました。あと、まあ、今回はですね、10週間っていう非常に限られた期間で、まあ、こういういろんなことをやって、で、最終的にその教材を作ってみんなで公開して発表会をするというね、そういう、
とても短い時間だったので、まあ、効率的にやらなければいけないので、その AI ツールというのもかなり積極的には、活用しています。で、さっきも申し上げましたが、反転事業用の動画を作成して、参加者同士のね、小さい班を作って、その班の中で、交流をしていただいたということになっています。で、成果発表会もオンラインでやりましたので、多分今日のですね、参加者の方の中にもそこに来ていただいた方もいらっしゃるんじゃないかと思います。それでですね、これは行動中心アプローチなので、とりあえずじゃあどういう行動をするための日本語を、教えるのかっていうことですね。で、それがですね、今ここに1番から14番まであります。で、この1番から4番までは、まあ、外国人が日本に行くまでの話ですね。で、まあ、実際に問題が起きなかったら必要ないんですけど、で、特にその5番から14番まではですね、実際にこういう問題が起きる可能性があると、そして、ていうか、まあ、実際によく相談に来る、外国人の、その労働者の方が、そのポッセのですね、外国人労働相談センターでしたっけ？窓口だったかな？で、そこのところに、来ることの中での多い事例が、あります。で、これはですね、その NPO 法人ポッセがですね、城を使おう労働法っていうね、こういうとっても分かりやすい PDF を作っています。で、これは多分これで検索すればすぐに出ると思うんですけど、高校生ですね。確か高校生のために、作られた、教材なんですね。労働法に関するね。で、これはその、まあ、高校生用なので、専門用語とかもすごく少ないし、まあ、日本語をね、第一言語としない人でも、まあ、そうですね、N3 とか N2 くらいあれば、十分これも直接は読めるとは思うんですけど、でもやっぱりその、技能実習生とかで来る方のレベルではちょっと難しいんですね。それでまあ、ここでこういう、今回ご紹介するような教材が必要になってくるんじゃないかと思います。で、ここにですね、1から14までありますけど、これがですね、実は、さらに3つか4つぐらいの、小さいキャンドゥにそれぞれの1つがですね、分かれています。じゃあ、ちょっとそれもですね、ご紹介しましょう。今ね、見えていると思いますが、この、労働問題を解決するための行動リスト、例えばその日本に行く前に SNS などで日本人の知り合いを作ることができるっていうところも、まず日本人を探す、そういうね、自分で友達になってくれそうな日本人を探して、で、その、日本語でコメントやフォローの挨拶などを送ることができるというように、さらに細かく、分かれています。こんな感じでね。こんな感じで1から14まで、あるわけですが、まあ、中には4つぐらい、にさらに分かれていることもできますが、まあ、こんな感じで、このトップのこの大きな行動だと、じゃあ何を教えればいいか分からないということになってしまうので、そういう時にはこうやって小さいキャンドゥを見てみると、それが、分かりやすくなるわけです。ちょっともう一回。じゃあもう一回こちらに戻りますね。で、今回のその研修のですね、主な目的の一つが、その教材を作ってみんなで公開、使ってもらいたいっていうことですね。なので、その教材については、全部ですね、クリエイティブコモンズで公開するようにしています。で、これ、考え方としてはですね、オープンイノベーションという考え方なわけですね。で、これどういうものかっていうと、例えば Linux っていうその、コンピューターの OS ですよね。で、それからその Wikipedia とかも全部このオープンイノベーションという考え方になっていて、Wikipedia は、フリーの、辞書ですよね。で、誰でもコピーしてもいいし、自分で書くこともできます。で、日本語教育の世界では、この彩りですよね。彩りっていうのが、まあ、有名ですけど、これもその二次利用が、できますよと、無料でね、無断で二次利用してもいいですよというふうに書いてあるので、
まあ、いくつかね、条件があって、彩りとかは、そのクリエイティブコモンズとは明記していないんですけど、まあ、でも、こういう条件だったら二次利用してもいいですというふうに明記してあって、で、それに従って、その、この彩りで事業をするための Google スライドとかも、佐藤秀さんという人とかがですね、公開して共有しています。なので、こういう Google スライドをそのまま使えば、もうすぐ授業ができるような形になっているわけですね。あと、自動採点クイズとかっていうのも、これはイタリアの泉マッサさんという方が作って、それも それもオンラインで共有されているので、こういうふうにみんなでですね、こういう副教材とかを作っていけば、一人の専門家だけがやることに比べて、すごく、いろんなものができていいわけですね。で、それがこのオープンイノベーションという考え方で、で、今回、僕が作った教材もですね、必ず皆さんにはこの CC BY ですね、つまり著作権者の名前は、明記しなければいけないということですね。だけど、これ、その明記、名前さえ表示してくれたら、あとはもう無断でそのまま転載してもいいし、改変してもいいし、あるいは有料で販売してもいいというふうになっています。で、実際にですね、今回作られた、教材をもとに Kindle を出版しようっていう人もこの参加者の中にいますね。で、1人いますが、別にそれは2人、3人って誰がやってもいいわけですし、この研修に参加していない人が、これを、この教材を Kindle でね、有料で、例えば、1万円とか2万円とか、もし買う人がいればですけど、それで販売しても全然、まあ、問題ないという、そういうのが今回の、著作権に関する考え方です。はい、じゃあちょっとですね、ここで成果物の例を一つご紹介してみますね。で、ここはさっきの、ちょっと待ってね。今開くのにちょっと時間がかかっていますが、先ほどのですね、はい、CANDO のリストの中に、5番目にその給料カットに対応できるというのがありましたが、ちょっと待ってね。あ、はい、給料の切り下げを拒否することができるというね、ここのところが教材化されているものです。はい、今じゃあ出てくるかな。はい、今見えていると思いますが、これはですね、最初にこの著作権者の名前とかがあっています。書いてありますね。これは、その、ようこ S さんが、作っていて、これも、この CC BY のライセンスのもとで、皆さん、リユースできますよ、再利用できますよ、というようなことが書いてありますね。はい。で、ここに、上司に給料のカットを伝えられた際に拒否することができるというふうに書いてあって、ここにですね、最初にこのシチュエーションが書いてあって、この会話を聞いて質問に答えましょうっていうのがあります。実際のちょっとこれは、聞く時間ないと思うので、あとね、この後、その別の方が、いろいろ、実例も見せてくれると思いますが、まあ、こんな感じで、内容に関する質問があって、それで、内容に関する、まあ、これも順番に並べるとかですね。それからその最後にスクリプトがこういうふうに出てきて、はい、で、英語の翻訳もついていて、で、この単語リストもあって、で、文法説明ですね、文法説明があって、はい、すみません、失礼しました。はい、で、はい、はい、ですね。はい。まあ、こんなふうに、丁寧な話し方とか、そういうものもあったりします。失礼します。よいしょ。い。で、これが、一応、成果物の例として、ちょっと一つご紹介させていただきました。今のは、B1 レベルでですね、この、CANDO としては、上司の給料のカット、上司に給料のカットを伝えられた際に拒否することができるという、そのためにはどういうふうに日本語を話せばいいかという、はい、それが、このキャンドルでしたね。はい。それでですね、あと、今回はその AI をですね、もう本当に時間がないから、AI を使ったっていうか、もう僕の周りはですね、皆さん AI っていうのを普通に使っているので、
あ、むしろ皆さんそんなに使っていなかったんですかというのがちょっと驚いたような感じだったんですね。別に AI を使いましょうというのはその当初の目的には全く書いてなかったんですけど、このアンケートではですね、これが非常に評価が高かったです。で、まあ、逆にその周り、あんまり活用してない人が多いということが、そこに反映されているという感じだったんですね。で、まあ、実際に、じゃあ AI でどういうふうにしたかっていうと、この CanDo をね、達成するためのこのレベルで、会話モデルを作ってくださいというふうに、したりですね。で、それに出てくる語彙リストを作ってくださいとか、で、ここに出てくるその文法をですね、説明してくださいとか、そういうことも全部ほとんど AI にやってもらっているわけですね。あと TTS っていうのはテキスト・トゥ・スピーチっていうんですけど、その音声合成ですよね。このチャット GPT とか Google ジェミニとか、そういうものが作ってくれた会話モデルを、この TTS の、まあ、これも無料のサービスがたくさんありますから、で、これを使って、その MP3 のね、音声ファイルをつ、あの作って、そしてそのこれを懲戒用の教材にしたりということができます。で、これでですね、やっぱりとてもいいことは、まあ、インドの日本語の先生方のほとんどは、日本語を第一言語としてないわけですよね。で、これまではネイティブチェックというのがとても重要だったんですけど、こういうことをすると、このネイティブチェックがですね、ほぼ不要になります。まあ完全に不要になるとはちょっと言い切らないですけど、でもまあほぼ不要になるわけですね。なので、その NNT、ノンネイティブティーチャーにとってはこれはとても大きな効果があるものだと思います。はい。で、主な成果物としてはですね、この、これも今ちょっとじゃあ皆さんのチャットボックスのところに一応ペーストしておきますが、はい。あれ、ちょっと待ってね。あ、ごめんなさい。ちょっとね、今ね、ズームの画面が行き過ぎてしまいました。はい。はい、今、チャットボックスにペーストします。はい。こちらで、僕のですね、動画ですね、事前の、授業に参加する前に、見てきてくださいねっていう動画の、再生リストになっています。で、実際にですね、僕が Google ジェミニとかの AI を使って教材を作っているところとかも、こちらでご覧になることができます。で、それからですね、さっきの、ようこさんの、教材とかも含めて、参加者の皆さんが作成した教材ですね。で、それは全部、こちらの今、2つ目のリンクを僕の方が送りますけど、今、チャットボックスにペーストしましたけど、こちらの方で、公開されていますね。はい。で、参加者からのフィードバックとしてはですね、まあ本当にさっきも申し上げましたが、この AI ツールの活用というのがなんか非常に、びっくりしたというような声が多かったですね。あとその次に、まあこれはもう本当に目指した目的通りだったんですけど、その労働問題に関する知識とかですね、それから行動中心アプローチの理解もできるようになりましたということとか、それからその、まあ、インドの先生方からは日本人と知り合いになれてよかったとかですね、そういうものも、声もいただくことができました。まあ、自己アンケートを見るとですね、4段階では4という方が多かったんですね。9割ぐらいの方が一応4にしてくださっていますね。それから新しい知り合いもできたという方も、ほとんどの方がそういうふうに答えていますし、訪日労働者の労働問題を防ぐことに貢献したと思いますかというのも、ほとんどの方がはいというふうに答えてくださっています。あと、行動中心アプローチに関する知識を深めることができましたかというのもですね、もうこのくらい分かってるっていう人もいるかなと思っていたら、全然実はそういう人いなくて、まあ、ほとんどの人がはいというふうに、答えてくれています。まあ、中には、いいえ、今でも分かりませんという人が一人いらっしゃるんですけどね。はい。で、今後はですね、まあ、開発された教材の改善というのがあります。なんでかというと、さっきのですね、14個のコードリストのうちのですね、扱われていない CanDo があるんですね。まあ、それはちょっと、もう他の人がやってくれるんでしたら、大歓迎ですけど、まあ、あんまりそういうのがないようだったら、僕の方でやってこなきゃなというふうには思っています。あと、まあ、もしかしたら、その、音声教材のところも、今回は TTS でね、そのスピーチトゥテキストの、
ものを使っていますが、人間による音声教材とかももしできるんだったら、どちらかといえばそういうのがあった方がいいかなというふうには思っています。はい。そうですね。はい。あとはこういう教材の普及と、それから活用促進ですよね。まあ、そのうちの一環として今ここでもお話ししているわけですけど、あとその作ってくださった方の、サポート体制もね、今、WhatsApp のグループがあるんですけど、そういうのにも、ずっと維持していきたいと思いますし、この研修に参加していない人で、そういうのに入りたい人がとかがいらっしゃるようでしたら、また、そういうグループを作ったりしてもいいかなというふうに思っています。それから、ここではですね、その教材を開発しただけで、実際にそれを利用して日本語のコースを開いたというわけではないので、そういうことも今後は考えていく必要があるんじゃないかなと思っています。はい。まあ、最後になりますが、こういう、労働問題の解決に多少なりとも貢献できればいいなというふうに思っております。あと、行動中心アプローチによる問題解決ができるんですよということと、それから、日本とインドのその日本語教師間の交流も、まあ、それなりにできたんではないかなと思っています。こちらが、目的としていたことではないんですけど、まあ、AI による短期間で質の高い教材開発というのも一つのモデルを、ご紹介することが、まあ、この研修の、ね、参加者の方に対してはできたんじゃないかなというふうに思っております。はい。で、最後にもう一回、最初に申し上げたことを言いますけど、この外国人労働者の権利を守るために、日本語教育は何ができるかっていうと、もう何にもできないわけではなくて、この、労働問題をその予防、解決するための日本語を教えるというのが、これが筋で、今後もこういうことは、ちょっといろんなところで、主張していきたいなというふうに思っております。はい。そしたら、ちょっと僕からの話はこちら、今ちょうど30分ですので、残り10分ぐらいあるんですかね。はい。もし質疑応答とか、質問とかがありましたら、皆さんと、意見交換なりさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました、村上さん。それではですね、今、お聞きになったお話でですね、何かご質問等ありましたら、チャットボックスの方に入れていただければと思います。まだ、どなたからもお話、質問入ってないようですので、ちょっと私の方からですね、ちょっと皮切り役に、いたいと思います。まずですね、今回の、教材を作るところの中ではですね、まあ自分学習者が自分でこうどういう言語的な形式を使ってこう、例えばその、まあ、やめてくださいなりですね、なんか賃金カットとかそういうようなことを言った人に、するのかっていうようなこと、に対応するようなタスクがすごく多かったように思うんですけれど、まあ、ちょっと実際の場面からすると、ちょっとむしろそういう弱い立場の人が 自分一人でですね、何かやっていくっていうのは、かなり難しいんじゃないかって思うんですよね。何かその手のストラテジー的なところって言いますか、社会文化的というか、日本だったらこういうところにアクセスするといいですよみたいな、そういうような話っていうのは、お取り上げになったんでしょうか、いかがでしょう。はい、ですね、そのコードリストの4番目が、その、外国労働者、外国人労働者の相談窓口に接触できるというふうになってまして、まあ、そこで、まあ、いくつか、それを取り上げた人が何人かいらっしゃいますけど、そこではやっぱり、はい、そういう、なんとか相談窓口とか、そういうのが自動的に出てくるような感じになっていたと思います。はい。あと、ですね。あ、はいはい。はい。あとですね、別にその、これが戦いたくない人は戦う必要は全然ないんですけど、当たり前のように思ってるね。だけど、その、まあ、戦わなければいけない、戦いたい人に、その戦う手段を与えないっていうのも、またちょっとこれは問題だなという、まあ、選択肢があればいいという、そういう感じです。戦そういたですくない人ね。はもちろん戦わなくていいと思います。はい。はい、ありがとうございました。今もう入ったんで、ちょっともう一つだけ、
私、これは別に質問ではないんですけれど、活用の方法としてはですね、やっぱり、在日のですね、同国人のコミュニティにですね、こういうものを広めていくと、何かすごく役に立つんじゃないかなっていう気持ちを私はお話を伺ってて思いました。私の方からは以上です。ありがとうございます。はい。それで今、チャットの方に入ってきたご質問なんですが、細かいことで恐縮ですが、成果物の挿絵はどこから持ってきているのでしょうか？イラスト屋のなどのフリー素材ですか？ AI 生成ですか？と、それともご自身による作成ですか？というお話ですが。はい、これですね、もうたくさんの参加者の方がいらっしゃって、でね、自分で書いたって人はほとんどいなかったと思いますが、生成 AI を使った方が多かったんじゃないかと思います。で、中にはですね、ちょっとこれ本当に著作権的に大丈夫なんですかっていうのがあって、で、それはちょっと僕の方から質問して、公開前に差し替えるなり、してもらっています。はい。まあ、画像生成 AI が多かったと思いますね、多分。はい。どうもありがとうございます。他にいかがでしょう、皆さん。あと、またあれなんですけれど、先ほど、村上さんの、方で公開していただいた資料の中で、やっぱり AI 活用の中で、やっぱり一番手間がかかる、ちょっとプロンプトを自分で作らなくちゃいけないところだと思うんですが、このプロンプトを作る、例えば、プロンプトの文とかっていうのも、この中に入ってるっていう理解でいいんでしょうかね。そうですね、僕がですね、反転授業の中でちょっとご紹介しています。で、最初に雑な、プロンプトでやってみると、いろんな問題が出てくるので、それをちょっと改善しながら、最終的には、とりあえず使えそうな教材ができるまでっていうのが、反転授業用のビデオの中に入っています。はい。ありがとうございました。やっぱり、ちょっと思ってもいないようなものが出てきたりですね、話の筋からすると、これぐらい分かっててくれていいようなものなのに、それは無視されて、出てくるってことも結構ありますのでね、何かやっぱり、経験といいますか、習熟が必要だなというふうに思っている次第なのですけれども、皆さんもこういうのを使う上ではきっと参考になるんじゃないかなと思います。どうもありがとうございました。それでは他にございませんでしょうか。それではですね、ちょっと少し早いんですけれども、次のですね、リツさんの、発表の多少準備を兼ねましてですね、今から、リツさん、もうすぐ、少し2分ほどじゃあ、お時間、休み時間取って大丈夫ですか？はい、大丈夫です。それでは皆様、今からですね、2分後、16時40分、日本時間でですね、16時40分から、リスさんの、ご発表をお願いしたいと思います。それでは村上さん、本当にどうもありがとうございました。いえ、ご清聴ありがとうございました。はい。それではしばらくお待ちください。短い時間ですが、お休み時間とさせていただきます。
それからですね、すみません、それからですね、先ほど公開いたしましたが、アンケートの方にですね、ご協力をお願いいたしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。それでは、お時間、ちょっと短い、時間ですが、リツさん、じゃあ、お話のご準備大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。大丈夫ですか？はい。それではですね、次に、すみません、ちょっと待ってくださいね。リコミコンピーテンス、の創業者でいらっしゃいます、リツ・コチャール・ミシュラーさんの、ご発表をお願いしたいと思います。それでは、リツさん、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。皆さん、はじめまして。リトルコーチャーミシュラと申します。本日、インド・ニューデリーの方からの参加になります。で、この機会いただきましてありがとうございます。私も実は、村上先生の先の発表に出ていた、この日本語教師養成コースの一人で、このコースを受けて学んだことを中心に今日は発表させていただきます。で、まず今日の発表の流れですけれども、ちょっとだけ短く自己紹介の方から入りまして、で、資料作成は特にこういった技能実習生向けの、もちろん行動中心アプローチを使った資料はなぜ必要かというところから少し話をして、で、ちょっと私が作った資料を皆さんに一応公開します。そして、労働人口の現状について、ちょっとだけどういう状況が違うというところが、インド人がこれから目指していくのではないかというところを触れて、また、この労働環境の違い、そして他国の事例について、話していきたいと思っています。まず、自己紹介の方なんですが、私は実は、日本にも住んだことがありますけども、原則、やっぱり異文化、理解講師としてやっておりまして、で、インドで働くインド人向けに日本文化商習慣、もちろん、私がやってる研修の対象には、ブルーカラーの人から、まあ、本当に現場の人から、職位の高い上層部の人も入るんです。も入ってくるんですが、で、あと、インドへ滞在される日本人向けにも、インド文化、商習慣、インド人と働く上での心構えみたいなような研修もやっております。で、あと、日本語の方なんですが、日本語ももともとはやっぱり日本語講師をデリ大学の方でやっておりまして、で、日本へ留学するきっかけに、やっぱり異文化の方にも入りまして、今は両方、日本語も教えながら異文化理解というところにもちょっと力を入れてやってきております。で、そして、ちょっとこのような資料を作る必要はなぜあるかについてなんですが、実は先生がこういう講習をやるというパンフレット、チラシみたいなのをメールでやっぱり国際交流基金の方からみんなに流したところで、私もやっぱり、あ、これ面白そうだなと思ったところは、実は私も日本でそんな経験があるので、で、もちろん研究に関係するというか、研究の世界に入っていたというのがあるんですけども、でも、インド人の仲間とか、ベトナムの仲間、アメリカの仲間とかもいましたし、で、中で、やっぱり、コミュニティと、なんていうか、コミュニティ同士で働いてるとか、動いてる人もいたから、やっぱり、いろんな悩みというのがありました。特に、私に近くにいた人がやっぱり研究の場で、例えば先生とうまく距離を取れてないとか、まあ、パワハラじゃないんですけども、とか、アカハラじゃないんですけれども、なかなか言いたいことは伝えきれてないというようなこともあったし、あと、日本で例えば、分解作業とかに携わっている人、ともちょこちょこ話は聞いてたけども、なかなかやっぱり、
仕事はやってるはやってるけども、日本はあまり知らないとか、日本わからないままやってるというところがあったので、で、先生からこういうところ、こういうような情報が入ってくると、私もぜひこれを受けてみたいなということを思いまして、受けたんですけども、それより前も先生の、人工、その知能の方の AI の授業とかも受けまして、それを参考になんかいろんな資料を作るようにしてたので、で、今回はじゃあなおさら、技能実習生向けの日本語資料というのになるので、ちょっともうやってみようということで、やっぱり受けてみました。すごいためにはなったと思うんですが、で、あと、ニーズの方なんですけども、まず一つはやっぱり日本の方で、これからももちろんですが、やっぱりこういった人は3年とか5年の期間で働きに行くということが想定されています。もうすでにやっぱり行ってるとか、まあ、3、4年前からもインドから送り出しているというのは始まっています。あと企業において、やっぱりコミュニケーションのギャップが多いというのは、もう私たち外国人として、まあ、留学生として行った時も感じたりしてたので、日本語できない学生は特になんですけども、やっぱり、まあ、大学行って学んで勉強して帰るぐらいで、日本を好きになれないとか、日本のマナー、文化とか、消臭、あと、日本のそのいわゆるちょっとだけの心を、なんていうか配慮するというところ、という心は全然やっぱり接することはできなかったとかというのがあったので、やっぱりそういうところはやっぱり必要じゃないかなと思うんですね。あと、外国にいて自分の言葉で喋れない時のストレスというのはすごい大きいなと思うので、そういうところでもちょっとでも自分の思ってることを、感じてることを誰かに聞いてもらえると安心感があるんですね。あと最悪の場合ですけども、人がストレスが溜めてしまったりすると、それがなんか変な形で爆発して犯罪につながる可能性もあるので、で、村上先生の、発表にもありましたけども、やっぱり全く何もできないということがないので、やっぱり少しでも今から、特に例えばインド人が増えていく中、やっぱりそういうところでちょっとでもなんかできるといいのではないかなと思います。そして、期間が決まっ、なんか例えば3年とか5年が決まっているにもかかわらず、やっぱり相手の言語の基礎知識少しでもあればすごい楽になるんですね。例えば、ありがとうございますとか、助かりましたとか、教えていただいてありがとうとか、なんかちょっとそういったぐらいの、言葉でも使えるといいなと思いました。あと、この資料を作ってるとき、私がすごい考えてたのは、やっぱり相手の立場に立って考えないといけない。いわゆる、すごい使いやすい資料にしないといけないんです。なかなかやっぱり自分も、たまにすごい難しいものをしてしまうんですけども、やっぱりそれは、やっぱり敬語とかはそれ使わない。で、普通になんか自分が思ってることを言えるという、もちろん相手がそういうところにも例えば相談窓口だと、大抵そういう理解、そういった気持ちを理解してくださる方がいらっしゃるので、そういうのを想定して考えないといけないなと思いました。あと、文化的な知識があると資料作成がより効果的で、やっぱり興味深いものになります。例えば、アドバイスに対して相手が抵抗あるのか、それを歓迎してくれるかというのがすごい大事なので、例えばなんですけども、私が作った会話には次はどうすればいいですか？で、どうすればいいですかというのは本当にアドバイスを求めているんですね。で、例えば、どうすればいいですかというところで、まあ、例えばなんですけども、研究室で先生にいた学生が、それはあなたの論文だから自分で考えなさいとか言われたときに、学生も、これはやっぱりちょっと危ないなとか、なんかそういう気持ちになったときがありまして、やっぱりこういったところ、やっぱり相手がどういうところが敏感かというような知識があれば、もう必要じゃないけども、あればすごい資料作成が楽になると思います。あと、能力と理解度の違い、例えば聞いてるけども、分かってるかどうかというのは分からないでしょう。その、はいはいはもう理解しようとしてる姿勢なのか、分かってくれてる、もう納得してくれてるところなのかという違いもちょっとでも把握できるといいのではないかなと思いました。あと、当たり前の概念の違いも、本当にここは全部書ききれないんですけども、例えばですけども、もう少々お待ちくださいって言われたのに、翌日また電話かけてどうですかとか、もちろん、日本人の
文化とか日本人のやり方としては、ちょっとじっくり時間をかけて状況を理解した、把握した上で行動に移るんですけども、インド人としては、例えばなんですけども、すぐに答えを求めてくるというところがあるので、その辺もやっぱりちょっと配慮して資料を作ると、あともちろん日本へ送る前に学生たちにそういうところを理解させるというのが大事のではないかなと思いました。あと、日本との違いのところは、マナー、ものづくりの概念をより早く気づかせるといいかなと思うんですね。いわゆる、例えばなんですけども、インドで運転するときは、ちょっと荒っぽくて、あまり気をつけないんですけども、日本へ行ってとか、アメリカで結構、インド人のドライバーさんばっかりですけども、事故はまだ低い方なんですね、インドに比較して。いわゆる、やっぱり向こうへ行けば向こうの文化に従いというところはもうあるんですね、自分の中には。インドから行く前、インドを出る前にもしそういうところちょっとでも勉強させると、やっぱり後で問題はちょっとやっぱり減らせるのではないかなと思います。そして次ですけども、ちょっと村上先生の授業を受けて、コースの課題として私が作った会話モデルの一部をご紹介します。で、私がやっぱり職場で問題が発生した場合、相談窓口への電話対応を選びました。それを選んだ理由は、やっぱりまず自分にも声がある。外国行ってから話してはいけない、声を上げてはいけないということはないというふうに思わないようにさせるためにも、やっぱりこういった会話を、例えば事例に、あるから、というところでもやっぱり気づきになるんですね。何かあった時には情報として日本にはそういう窓口があるんですというところ。で、もう一つはやっぱりここで人に自分の思ってる、感じてる、困ってることを聞かせる相手がいるというところがすごい安心感を与えてくれるので、やっぱり、これをちょっと背景にやっぱりこういう場面を選びました。で、これを5つに分けて、例えば最初は、挨拶、電話をかけて挨拶して名前を言う。そこから自分がもうちょっと状況、どういう状況にいるかを簡単に説明する。実はちょっと先生にも指摘いただいてるんですが、これはやっぱちょっとまだ難しい方になってしまってるので、もうちょっとこれを簡単に、一応少しは変えましたけども、まだまだやっぱり少し漢字が残ってしまったりとか、難しい方のものがあるんですけども、それももうちょっとやっぱり優しくしないと、位置にやっぱり持っていきたいなと思っています。で、あと、この流れの方なんですが、日本語、その下にローマ字、また最後の方に英語、訳もつけています。で、状況説明をしてからなんですが、ごめんなさい、ちょっとここは全部載せてないんですが、もちろん、後で、もうすでに先生の方からリンクはみんなにご共有されているんですが、その方辺にはまた下に単語リストとか文法の説明とかも加えています。あと、ここでちょっとだけ、音声ファイルを流しますけども、私も、やっぱり、CC BY にしています。この資料を。誰でも使えるようにしています。あと、最後の音声ファイルの方ですが、TTS とか、そういったソフトを使って、アプリを使ってすいません。ちょっと、今から流しますけども、聞こえない方がいらっしゃったら教えてください。はい。外国人相談窓口でございます。こちらは鈴木でございます。ヒマーと申します。職場での外国人労働者の給料に関する問題がありまして、ご相談をしたいのですが。ギマさん、ありがとうございます。どのような問題でしょうか？詳しく教えていただけますか？はい。2ヶ月前から給料はもらってません。はあ、そうですか。他にも何か困っていることありますか？はい。会社はいつも来週と言っています。話を聞いてくれる人はいません。外国人は私だけです。これからどうしましょうか？教えてください。ギマーさんの会社の情報、名前と住所を教えてください。こちらから情報を調べます。そして、リマーさんにお電話します。わかりました。
私の携帯番号も言ってもいいですか？はい、お願いします。本日はお忙しい中、ご対応をありがとうございます。と電話を待ちます。ギマーさん、こちらこそ状況を教えてくれてありがとうございます。何かありましたら、すぐにご相談ください。ありがとうございます。失礼いたします。はい、失礼します。はい、外国人相談窓口でございます。こちらは鈴木でございます。ギマーと申します。職場での外国人労働者の給料に関する問題がありまして、ご相談をしたいのですが。ギマさん、ありがとうございます。どのような問題でしょうか？詳しく教えていただけます。あ、すいません、失礼しました。はい、以上で、音声ファイルの方ですけれども、やっぱりちょっと、あまりゆっくりだなと思いましたけれども、聞きやすいところがありましたので、このまま、やっぱり、まだ日本語を習い始めてるとか、まあ、会話をまだそんなに慣れてない人からのことを考えてみると、やっぱりちょっと聞きやすいな、聞き取りやすいなというふうに思いまして、やっぱりちょっと残してるんですけども、ちょっと日本語の発音はやっぱりあまりにもゆっくりではないかというのがありましたけども、まあでもちょっとこれからやっぱり、資料を作るときにちょっとその辺も考えていきたいなと思っています。あと次ですけれども、インド側、技能実習制度がなぜ目指しているのかというところで、やっぱり私が思っているのは、ものづくりは人づくりであり、人づくりにはやっぱり言葉が必要です。でそこで、先のような資料がすごい大事になってくるし、あと人口のところなんですけども、インドの労働人口ですが、まあ女性、まあ、このグラフだと、右側の方は女性の、労働人口、まあ、女性の人口で、あと男性側が左になります。で、右の方はちょっと、やっぱりインドは男性に対して女性の人口は、やっぱりちょっと低いっていうのが、まあ、また歴史的になんかいろんな理由があるんですけども、今日はそこに入らないで、でも大体労働人口で考えると、例えば、そうですね、数字で言うと、大体、例えばこの真ん中あたりで、大体、例えば、3000万9000人とか、女性の場合は、で、男性の場合は大体このあたりで、まあ、ちょっと女性よりは、やっぱり、4000万人とかぐらいになるんですけれども、で、あと、やっぱり、ね、その寿命の方は、日本とちょっとまだインドの方は短いというのはあるんですけども、大体やっぱり65とか69を過ぎると、やっぱり、病気したりとか、早く亡くなったりする。まあ男性はちょっと早いなんですけども、なんかそういった事情があるんですが、で、あとこれはちょっとだけご参考に今日持ってきたのが、やっぱりインドの人口グラフと日本の人口グラフですが、今ちょうどスライドに出ているのは1950年の時点で、やっぱり日本の、例えば右側の方は日本で、左がインドですが、で、日本の場合はまだまだやっぱりピラミッドというのが見える形になっていて、ちょっと左側の方はへこんでいるところは、男の男性の人口がちょっと減ってた、やっぱり戦争の後だとやっぱり見られているので、その第一次大戦とか第二次大戦の方なんですけども、でインドはその辺はそんな大きく変更はないんですけれども、まあ、綺麗なピラミッドが見えている状況で、あ、ごめんなさい。で、その次はちょっと1980年のところの比較になるんですけども、また右は日本で、左はインドですが、日本の方は下の方をよく見てみると、ちょっとやっぱり斜め、ちょっとやっぱり人口が減ってきてるようなところが見えてきてるし、あと上の方のその出っ張りというか、やっぱり寿命が伸びてるところがあります。で、インドの方は下のところはすごい、ものすごい人口爆発がなってるというか、そういう傾向が見られます。
これは2000年の比較で、2000年は日本はもう逆ピラミッドというところがはっきり見えてきているところがあって、インドはますますとやっぱり人口が増えてるというのがあります。あと、これは2015年のグラフになるんですが、ここに出ている5億は実はインドの、その労働人口の数字で、で、あと、右の方に出ている6381万は日本の方の労働人口。ちなみに、これが2030年に想定されているインドの、労働人口のグラフになるんですけれども、大体、やっぱり18歳から6、5、64歳まで働いている年齢になるんですけども、労働人口は9億、9.6億人ぐらいに、やっぱり達成するんじゃないかというふうに思われています。ところはやっぱりインドはそういう技能を持っている、いわゆるスキルを持っている人口が必要とされている。一方、日本にはそういういわゆる労働として働いてくれる。一方、日本のマナーとか文化を学んで持って帰って、それをインド人にまたそれを広げてほしいというところがあるんですね。で、あと、ちなみにこれはまた中国との比較になりますけれども、もうすでに2020年にインドの人口は中国を上回っていて、これはおそらくずっとそのまま続きますが、もう少し減ってはきますけども、グラフが下がり、人口が減るけども、中国より下に行くことはまず今のところは見られてないんです。で、あと、ものづくりは人づくり、人づくりは言葉が必要というところなんですけれども、実は、これはインドのテレビのコマーシャルをちょっと私がスライドにまとめているものになりますけれども、ここを左上から見ていくと、現場においてやっぱりスキルの重要性をこういうところでちょっと示しているんですけども、やっぱりワークマンのスキルとか、作業現場で働く作業者のスキルというところをこの写真で分かりますね。その次なんですけども、もうちょっとやっぱりテクニカル、いわゆる日本で送るテクニカルインターンの、そのレベルでのスキルになるんですけども、あと、もうちょっと次へ行くと、女性も対象に、やっぱりインドも女性差別というのが結構大きな問題になってたので、これからもうすでにちょっとこの辺は政府は動き出してるんですけども、女性も対象に。で、またその次、右、ごめんなさい、左下の一番最初から行くと、これはやっぱり、大都市と地方にもすごい大きな差があるので、お医者さんとか看護婦さんでもやっぱりレベルの違いあるので、そのところはもうやっぱり、こういった特技能というか、スペシャル、そういう専門資格を持っている人にも、やっぱりもうちょっとスキルを身につけさせるという工夫なんです。これは、やっぱりインドのスキルインディアというミッションにつながるので、技能実習の方が。で、インド全土でこれをやってまして、あと、なぜこれから日本へ行きたがる人が増えてくるというところなんですけれども、ここでちょっとインドと日本を比較してみました。で、まず、その就労時間の方なんですが、日本は40に比べて、インドは48。で、しかも地方とかの方はやっぱり守られてないところもありまして、すごい長時間働かせるという現状もありますし、で、その分やっぱり、日本のような発展してるとか、先進国とかに行けば、もうちょっといい状況の中で働けるのではないか、というのが、ますますとやっぱり、今と、少なくとも大都市の近辺にある町とかでも、やっぱり少しやっぱり認知度が上がってきています。で、あと賃金の方なんですけども、やっぱりインドは前よりは上がってきてるけども、やっぱり都市部とか大都市中心になっています。あと環境の方も、日本の方は安全衛生に関する規則が厳しく、労働環境も良くというのがあるというのが、やっぱり結構知られてきているので、そういうところを目指して、インドとは違うところで働けるのがいいのではないか。もちろん、まずは給料ですね。賃金の方です。あと、経済面でも、やっぱり、インドは貧富の差があるので、外行って働いて、もうちょっと後でそういう資料もお見せしますけども、国の方にやっぱりお金を置く、ちょっと余裕を持って、
送れる、まあ、頑張って日本で貯金して自分の家族に送れるとか、まあ、例えば中近東の方も同じ目的で結構インド人労働者が動い、まあ、移動しています。あと最後の方なんですけども、やっぱり日本は実情があって結構整備されているものがありますけども、一方インドはやっぱりまだ不十分なところがあるので、どうも日本行ってそれを学んで身につけて戻ってからインドにもそれを持ってこれたらというような、というようにか思っている政府の中でもそういう政治家もいます。あと他国の事例でちょっと挙げると、例えばこれはカタールの例になるんですけれども、まあ、YouTube の方から持ってきている写真になるんですが、リンクは下の方にあります。もしお興味のある方がいらっしゃれば、あとはこのパワーポイントを近藤先生の方にお送りします。あと、村上先生にもお送りしますので、ぜひぜひもらって、これを見てみてください。で、カタールが2022年に、ワールドカップを開催したんですが、それより3年前に開催するというのが決まって、たった3年以内にいくつかのそのインフラを作らないといけないということになったときには、多くのアジアとかアフリカのところから人を、労働者を雇いました。で、だからやっぱり2022年にやっぱり問題なくそのワールドカップを開催することができましたけども、その裏にあったのが、この期間中にやっぱり各国なそのいわゆる状況の中で亡くなった、まあ、これは報道されているデータになるんですけども、亡くなったインド人が大体2711人とか、ネパール人とか、まあ、1600人、まあ、こういういわゆるその厳しい状況の中でとか、気温が45度とか以上の暑い日になんか外で働かせられた、働いてもらえたとか、なんかそういうことをちょっと聞いています。まあ、これもまたちょっと下にリンクが入ってあるんですけども、お興味のある方、また後でこれを見てみてください。そして、あと、海外で働く、まあ、インドがやっぱり大、これは先生のちょっと発表にもありましたけども、やっぱり一番多くのその人を海外でこういうふうに、労働人口として送っている国としては、やっぱりインドが第一になっているので、で、その分、やっぱり一番海外から送金されてるのも、やっぱりインドがトップになってるので、それがメインで、やっぱり海外へ行くと、インドのそばに比べて、結構お金を貯金できるから、もう海外を目指す人がいるんです。まあ、います。厳しい状況でもなぜ働き続けるかというと、これはやっぱり、自分の国を出るときに、いろんななんか形でローンを借りたりとか、まあ、銀行よりも、なんかちょっと、なんかコミッション取ってる人とか、コミッションをもらって、こういうふうに送ってる、なんか施設もあるし、そういう会社もあるし、あと、そのために親がいろんなところからローンを借りるので、で、大体ちょっとこのデータだと、左に出ている私がちょっと今示している、例えば、サウジアラビアとかで、もしパキスタン人が働きに行くと、大体1ヶ月のやっぱり9.2割ぐらいのお金を借りていくんですね。で、借りてるから戻れないので、そう、返済のためにも働き続けるというのが現状です。で、インドの場合は、例えばカタール行くにも大体、例えば1.9倍ってなるんですけども、これも相当大きい金額ですね、ドルに換えると。だから、もうあとなんか倍によってなんですけども、その国その国によって、またそこの法律上で決まったものがあるので、例えば、雇う側が、なんかパスポートを取ってしまったりとか、お金を払わないでずっと働かせてるとか、なんかそういった、情報も時々新聞に載ったりします。あとちょっと時間があまりないんですけども、そうですね。で、訪日労働者がやっぱりなさる主な仕事で言うと、まあ、これはただ日本だけじゃないんですけども、他の国もそうですが、やっぱり製造業とか農業、あと漁業とか、あと建設業とかサービス業が多いんですが、
で、そういうところは、今までは特に長期間の方はスキルとかはあまり必要されてなかったんですけども、日本を活かせる場合にはなるべく、例えば高校卒業してる人とかというのがあるんですけれども、それにしても日本とインドはやっぱりスキルの定義自体は大きく違っているという、こういうところがあるので、で、その辺もやっぱり配慮して日本語と一緒に何が求められているというところもやっぱり何らかの形に、文化の研修として両方側、インド側にも日本側にもやっぱりなんかやってあげるとよりいい環境を作れるのではないかなと思います。これはまたちょっと YouTube の方から持ってきている写真になるんですけれども、リンクは下にありますが、やっぱり結構なんかそういったところで今空きがあるとか対応してるという情報が入るとみんなやっぱり多く並んでやっぱりビザ申請したりとか、もちろんインドの院も1983年に発表されたそういった労働、なんかなんとか労働法、なんか法律みたいなのがあるんですけれども、でもそれは完全に守られてるかということはないんですけども、ちょっと漏れたりとかのがあります。あとこういう、これはもちろんカタールのあれになるんですけども、こういうところに住んで、こういうところで例えば調理したり、なんか生活したりしてるというのがあるので、もちろん日本にはそれ、これほどはないと思うんですけれども、やっぱりなんかブラック企業でこういう環境もあるというふうにちょっと聞いているので、そういうところもやっぱり避けられるといいなと思います。あとちょっとこの上の写真なんですが、この写真が撮影された日は45度の気温だったんですね、暑い日は。で、しかももう一つちょっと一緒に書いてあったのが出てたのが、やっぱり例えばトイレの休憩が長くなると上司にすごい怒られるので、で、暑い日でも水をあまり飲まないようにするとか、そういうふうにやってる人もいるみたいです。で、あとこれはちょっと下の方の写真ですけども、いわゆるオープン、そういうシャワーになってるんですが、こういう状況で働いてるので。あとそうですね、さっき言ってた1983年のは、やっぱりに出たのが、移民法というのがあるんですけども、これもネット上で公開されてるんですが、PDF ファイルがありますけども、もしお興味のある方がいらっしゃれば、それを読んでみてください。で、あと、これで、ここで私がじ、あの、この発表を終わりにしたいと思います。私から以上です。ご清聴ありがとうございます。もしご質問のある方いらっしゃれば、よろしくお願いします。それではどうも、リツさん、どうもありがとうございました。それではいかがでしょう。皆さん、何かご質問等ございませんでしょうか。それではちょっと私の方からですね。お話を伺っている中で、私がすごく、なんて言うんでしょう、心に残ったところはですね、やはりなかなか、インド人の人たちと日本人との間でですね、当たり前が共有できない。いうようなお話があったかと思います。確かに、おそらくこれは多かれ少なかれですね、どの国の方々も感じる部分ではないかと思うんですが、リスさんが今までお仕事の中で感じてきた中で、日本人との中で一番やはり気を使ってると言いますか、リスさんが一番注意して、なんていうんでしょう、当たり前を共有するために、どんなことについて取り組んでいらっしゃるかっていうのをちょっと伺えたらと思います。そうですね。私がやっぱり日本が好きで、ほとんど一番やっぱりそうですね、なんかなるべく、つい最近日本行ってきましたけど、もうものすごいやっぱりもうあまり好きじゃないというものは全くなくて、やっぱり小さい、この前ちょっと旅行中にとある田舎町の看板の上に書いてあったのが、人のこと配慮する子育てをしましょうというような立ての看板に書いてありましたので、やっぱり他人のことを考える、人のことを配慮するというところは私はすごい好きで、いわゆる例えば夜中に洗濯機
になんか洗濯物を入れて洗濯機をかけたりしたりすると、隣のアパートにうるさくなるのでとか、あと、ゴミの分別が、人がしないと、朝、近所の、お父さんたち、お母さんたちが、なんか、留学生が住まい、なんか、留学生が住んでるところの、の方のゴミを、そのゴミ袋を開けて分別したりしてるとか、やっぱり、そういう人のことを配慮するとか、人のことを気遣うとか、そういうところが好きと、あと、二つ目はすごい好きなのが、やっぱりちょっとだけという言葉があるんですね。ちょっとだけやりましょう。ちょっとだけでやっぱりこんなに発展してしまうっていうのはすごいなと思いなるほどな。ます。はい。ありがとうございました。じゃあ、あれですか、やっぱり、労働者の人たちもそういうところを、気をつけされるようにされているというこそうとでですかすね。ね。はい、いわゆるものを作るというのが、ものをただものとしてじゃなくて、今度このものがまた別の人が手に取った時に傷をつけないように、いわゆる怪我をしないようにしないといけないので、やっぱりそこで気持ちを込めて作らないと作り上げられないので、そういうところは労働者も学んで帰れるといいなと思います。なるほど。はい。ありがとうございました。まだ他にもないような、ちょっともう一つ。私はですね、海外ではですね、結構先ほど、リスさんもおっしゃってましたけれど、車の運転がすごく荒い人が結構いると。で、これからですね、やはり外国籍の、労働者の方々にも、日本で車を運転する仕事っていうのを開放しておこうっていう動きが日本国内にあるんですけれど、なんていうんですかね、私はパッシングって言いますが、チカチカっとこう、なんか、ライトを点滅させて、なんて言うんでしょう、対向車同士がですね、チカチカっとこう、ライトをこう点滅させるっていうのの、サインの意味がですね、実は、インドと日本とでは大きく違ってて、日本ではですね、お先にどうぞっていうような意味で使うことが結構多いんですが、まあ、多分インドや他の国だとですね、大体俺の前に出てくるなっていうような意味で使うことが多いようなものですね。で、やっぱりそのあたりとかですね、なんて言うんでしょう、同じ行動をとってても全然意味が違うっていうようなことがかなりあるんじゃないかと思うんですね。やはりそういう意味ではこれからそういうことに次から次へと気がついていくかと思いますが、かなり大変なことかと思います。私の今のちょっと思ったのは、これからやはり異文化っていうものと取り組んでいかれる上で、そうですね、かなり大変かとは思うんですけれども、どんなことに、どんなことを中心に、労働者の方々には指導していきたいと思われますか？そうですね。やっぱり一番、例えばですけども、現場の人に教えているとき、まあ、日本語だけじゃないんですけども、なんか教えているときには、実物をもとに、例えばですけども、日本はすごい時間か管理がきちんとしてますっていう言葉で言うとわからないので、なんか地下鉄とか、あとバスの時刻表を見せたりします。で、なるほど。それを見せるかによって、平日と休日、日は違いますというところを見せられるんですね。あと、例えばさっきも言いましたけども、人のことを考えてなんですけども、カップ麺のそのパックの上にやけど注意とか、この線まで開けるとか、2分は2分ですとか、
そういうところで時間はきちんと管理されてる。で、しかも市場にその商品として出す前に、これは例えばその研究室の中でよく観察されているから、これそこまできちんと言えるようになってるというところですね。で、だから私としては、実物の勉強がすごい大事になってくるので、運転手さんの場合も、日本行ってから免許を取ることになるので、しかも日本も町によって、例えば私が名古屋がすごい長かったんですけれども、この前、京都行ってた時は、左曲がっていいかどうかという日本人の友達が迷ってたところに、もう名古屋の人ですけども、後ろからピッピッピッってなってたんですけども、で、そのピッピは今度、左に曲がっていいという合図だったんですね。でも目の前に矢印はどこにもなくて、で、それはやっぱり自分が京都には慣れてないということを言われていまして、あ、そうですか、じゃあそれもあるんですねというところは、だからそういう細かいところを、例えば、その運転手さんがどこで働くかに合わせて、そこの状況を説明しないと、勉強させないと。あと、車に乗ってお客さんが何を言うか。これはちょっと、例えばですけども、愛知万博が開催される前に、外国人の方が愛知に来られるということで、まあ、東京のところから、やっぱり愛知のところまでは、やっぱり少なくとも短い英語の文章を喋るようにしてもらうという工夫、日本の方ですごい。ああ、なるほど。日本の方がですね。タクシーの運転手さん向けに、そういう英語の文章を、まあ、今回はやっぱり日本語じゃなくて英語だったんですけども、やっぱり英語を喋るようにさせたとか、なんかちょっとありました。なるほど、なるほど。私はその時はまだ日本でしたけども、なんか同じく、例えばインドからすす人が行く時には、もう同じように、やっぱりまず例えばなんですけども、日本のその運転、なんか日本の運転のビデオとか動画を見せる。何回ああ、もそう見ですせる。ね。そこで、例えば1回目見て何が気づいたとか、2回目見に同じビデオ見て何が気づいたとか、というところをやってもらわないと、もう正直に1日とか2日とか1週間の研修では足りないので、なるほど、なるほど。やっぱりちょっとなんかもうしっかりしてやる必要があると思います。あ、どうもありがとうございました。ちょっすとみ時ません、間長は、くなってしまいいえましいた。すえ、みませどうん。もありがとうございました。それではどうもありがとうございました。リツさあん、りどうがともあうりごがざというごまざいします。た。あ、そうです今ね。質問がもう一つ入っていあ、ます。あ、ごめんなさ入りますい。か。じゃあ、ちょっと、こちらは、後ほどですね、最後に、また、お話、最後のところでですね、まとめて、他の方と一緒にやりたいと思います。他の方への、ご質問もですね、ぜひ、こちらの方に置いていただければと思います。では、それではどうも、リスさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは、じゃあ、ちょっと、申し訳ありません。おしぶしさん、もう、ちょっと時間が押してしまって申し訳ないんですけれども、いかがでしょう。多少お時間、休み時間を入れた方がよろしいですか。すみません、ミュートになってます。ちょっとミュートになってるようですが。あ、すいま大せ丈ん。夫です。私は大丈夫です。大丈夫ですか。はい。じゃあすいません。じゃあ皆さんちょっとお疲れのところかとは思いますが、このままおしぶさんのお話に移らさせていただきたいと思います。それではですね、ネイビサ、HR はヒューマンリソーシズの、あ、そうで略すでいいね。んですかナね。ビスヒューマンリソースです。の創業者でいらっしゃる、おしぶちたかこさんに、お話をお願いしたいと思います。それでは、おしぶさん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速なんですけれども、スライドの方をちょっと共有させていただきます。あ、見えてますでしょうか。大丈夫ですかね。はい。あ、はい、見えております。OK、あ、見 OK えでてますかす。ね。あ、すいません。
はい、私はナビスヒューマンリソーセスという、人材育成開発会社と言ってるんですけれども、南インドのバンガロールに、会社がございます。送り出し機関になったのは2018年ですかね。インドと日本が技能実習の、送り出しの、MOU が結ばれたのがかなり後発でして、で、インドネシア、ベトナムといろいろあると思うんですけれども、インドは本当に、2018年なので、かなり後発になります。で、その当時ですね、送り出し機関というのが二十数社あったんですけれども、そのうちの一社なんですが、実は送り出し機関も、増えても30ぐらいで、今減ってるという状況でして、インドがなかなか、数が、伸び悩んでいくというのが現状にあります。はい。で、ちょっと今日はですね、3つの構成でお話をさせていただきたいと思います。まず、弊社のナビス HR についてですね、現在の取り組みと、どんなことをやっているのかというところです。あとは、2024年のインドというところで、簡単に、現地の方から、少しお話をさせていただきます。あと、最後にですね、我々が、インドの、若い方ですね、20代の方を、インド全土から、集めてですね、スクリーニングをして、この方たちが大体中間層に当たるんですけれども、今、インドが中間層が、人口のほとんどが中間層で、で、この方たちをどうやってスキルアップして、インドの国力を上げていくかというのが、インド政府にとっても非常に重要なトピックになっています。で、これがですね、実は日本語を我々教えて、で、日本に職業機会を与えていますけれども、このサイクルが、実はその日本の、国力を、底上げする、大きな力に、なっていってるというお話を少しさせていただきたいと思います。はい。あ、聞こえてますかね？大丈夫ですか？大丈夫。すいません。まずですね、弊社のご紹介なんですけれども、ナビスヒューマンリソーセスと申します。会長はですね、ラジクマールというインド人になります。で、私は創業者ではなくて、彼が創業者になりますけれども、私はインド側の、代表ということでやらせていただいてます。で、ラジクマールの方は日本在住で、もう30年近くいるんですけれども、出張ベースでインドに来て、で、私は今12年ぐらいインドにいるんですけれども、出張ベースで日本に帰っているというコンビネーションでやっています。創業は2002年で、今年で23年目になりまして、あ、20、あ、23年、24年目ですね。インドでは、かなり長くやってる、企業となります。内容、ビジネスサービスとしてはですね、主にそのインド人材の育成、アップスキル事業ということで、日本語研修、技能実習、今は特定技能にフォーカスしてますけれども、特定技能、また専門スキルですね、介護ですとか、航空グランドハンドリングですとか、あと今は、先ほどお話にも上がりましたけれども、インド人のドライバーをですね、日本語研修をすでに、スタートしてまして、おそらく、年度末までには、ご紹介、日本に渡航するという、プロセスになっております。そうですね。あとは、もともと2018年までは、ずっと、日本企業向けに日本語研修をやっていまして、ソニーさんですとか村田さんですとか、バンガロールはIT 企業のですとか日系企業がたくさん集まってるんですけれども、そこに、採用された、インド人の方に日本語を2ヶ月半で N4 レベルまで教えて、非常に優秀な方たちなので、その方に短期で教えて、で、日本に送るということを、長年やってきました。で、特定技能実習に関してはですね、2018年から始まったので、まだ、5、6年ぐらいなんですけれども、介護を中心に、やっております。またですね、採用事業としてはバイリンガル人材ですね、インド人の方や日本語を話す方、たくさんいらっしゃいますので、そういう方たちの、スクリーニングと、あと、日系企業さんですとか、マッチングですね、採用事業というのもやっております。
人材派遣事業ですね、もやってますし、あとアウトソーシングとして、今やっとインドが注目されてきていて、たくさんの日系企業が進出が進んでるんですけれども、その際の、インド現地での会社設立ですとか、経理関係ですとか、もろもろのサポートをさせていただいたりしております。今、主にインドから日本という話をさせていただいたんですけれども、実は弊社の方はドイツにもオフィスがございまして、起点としては、そのインドの、今14億人いますけれども、14億の、もちろん若者は10億いないんですけれども、たくさんの若者をスキルアップして、日本やドイツ、他の国も含めてですけれども、ご紹介していくというモデルになっています。で、日本に関してはもちろんフォーカスするべき市場ですので、IT 人材ですとか、介護、航空グランドハンドリング、自動車輸送業で、今トラック運転手を研修してますけれども、あと、もろもろ他のカテゴリーとかも、お話があります。あとドイツに関しては、看護師ですね、インド人の看護師の免許を持っている方がそのままドイツで働けますので、その方たちに、ドイツ語を、研修して、でドイツの、お仕事を紹介しています。で、インド国内に関しては、繰り返しになりますけれども、インドにいらっしゃるそのインド人の方、バイリンガルの方に、の紹介をしています。で、次がグループ会社ということで、弊社はインドにありますけれども、日本とドイツに、それぞれオフィスがございます。日本の方は、東京にありまして、ドイツの方はデュッセルドルフですね。日本人が一番、ヨーロッパでの中で多いと言われている場所になります。主にその日本とドイツの方は、受け入れ先のお客様の開拓ですとか、インド人の方が各国に、上陸した後の生活のサポートですね、こちらをやらせていただいてます。またこの8-1協同組合というのは、日本という技能実習の、管理団体になるんですけれども、管理団体というと、いろいろと、問題が取り沙汰されるところではあるんですが、我々も、例外ではなく、最初に送り出した時が2019年だったんですけれども、非常に苦労したんですね。どの管理会社さんと、お仕事をするかというのは非常に難しくて、いろいろ試行錯誤はしたんですけれども、だったら自分たちで作った方がいいということで、インド人を、しっかり理解して、マネジメントできる、管理団体ということで、8-1協同組合というのを作りました。これは、もちろん弊社のみならず、インドからの送り出し機関の、全てに対応できるような体制になっております。で、また、右上のですね、バリューウィングスファンデーションというのは、これは後で、さらに触れますけれども、インドは CSR 基金というのがございまして、そのインドの全ての会社の、純利益の2%を CSR に、当てなければいけないというルールがあるんですね。で、この CSR 基金を、受託する、ファンデーションということで、バリューウィングスというのがあります。で、この受託した基金を使って、今ちょうど動いてるんですけれども、弊社の方で、10名の、奨学金ですね、奨学金として、使わせていただいて、今、日本語研修中になります。これは、出どこはですね、インド三井物産さんが、今年から、こちらの CSR 基金を当ててくださって、で、今10名が日本を研修しているという段階になります。このスキームをですね、どんどんインド側に広めて、ベトナムやインドネシアの借金問題ですね、これを解消する、インド独自の、透明性のあるスキームを、借金をしないで、企業が、CSR で余ってる金、ファンドを、うまく生徒たちに活用して、で、ご紹介できるという、そういう仕組みを今ちょうど始めたところであります。で、こちらが数字で見る弊社ということで、インドで23年目になります。で、N3 レベルをですね、5、6ヶ月で合格させます。
あと日本語研修は、長くやってるものですから、インド人のみですけれども、1万人以上おります。あと最初にそのインド人の、介護のカテゴリーから始めたので、看護師のデータベースをたくさん持っているのと、あとは、日本語講師の皆さんが、今現状8名いるんですけれども、全員、日本語講師資格を持っていて、ネイティブのみを採用しています。これがまだ8人なんですが、30人ぐらい増やしたいと思っています。ネイティブの体制でというのが、なかなかないというふうに一度言われたことがあったので、世界初と言っています。インド初というところでは、インド人看護師を、日本にご紹介したのが2019年の3月だったんですけれども、その当時、初だったので、記載させていただいているのと、あと、インドとっても広いんですね。28の州があって、我々がいるバンガロールから、首都のデリーまで飛行機で3時間ぐらいかかる距離なので、やはりその我々も、自分たちでいろいろ試行錯誤しても、なかなかインド全土にリーチができないということで、今、州政府とかなり一緒に仕事をしています。で、次がですね、弊社が目指すことというところで、弊社の場合はその人材育成会社ということで、日本語学校でもなく、人材会社でもなく、やはりそのインド人をいかにそのアップスキリングをして、で、キャリアアップさせるかっていうところを、主軸に置いています。この巡るというのが、日本語になりますけれども、巡るリソースハブというものを作るために3つの部署があります。1つはリクルートメントですね。インド全土から、人材を集めます。で、スクリーニングをします。で、そのあつ、えーと、セレクトされた人材を、アップスキリングのチームですね、日本語研修ですとか、ドイツ語研修のクラスにパスしますね。で、そこから6ヶ月で N3 レベルを合格させます。で、その後にプレスメントですね、日本やドイツや、国内の方に、プレスメントをする、このエコシステムを作っています。はい。バンガロール、私今こちらにいるんですけれども、バンガロールのオフィスはこうなっております。で、日本語講師ですね。20代から50代まで、すべての年代がおります。で、ドイツの方はちょっとまだネイティブいないんですけれども、ネイティブの採用しようと思っています。で、テキストブックですね。テキストブックは、オリジナルを使っています。もちろんオリジナルだけではなくて、みんなの日本語ですとか、いろんなものもミックスしながらではあるんですけれども、基本的にはオリジナルです。2つありまして、1つはできるという、ホワイトカラー向けですね、インド人の IT エンジニア向けの、学習者向けの、テキストブックでも、それをですね、もっと分かりやすくした、バージョンということで、満点というのがあります。これはブルーカラーの方たちですね、看護師ですとか、ドライバーですとかに、活用しています。また、インドはたくさんの言語があるんですけれども、主に話されているのは、英語だったりヒンディー語なんですが、ヒンディー語対応の、満点も、ございます。で、技能実習特定技能の、介護の人材に関してですけれども、これは、渡航の様子ですね。皆さん続々と日本に、出ます。こちらがですね、桜荘という、福井県勝山市にある、人口4万人ぐらいの、非常に、限界集落の、過疎地までいかないんですけれども、かなり、人口も少なく、若い方が少ないという場所にですね、桜荘という介護施設があるんですね。ただ、この介護施設の理事長と、お付き合いしてるんですけれども、この、桜荘が当時ですね、2021年ですかね、ベッドはある、利用者はたくさんいる、でも働き手がいない、なのでもうクローズしなきゃいけないっていう状況に陥ったんですね。で、その時に先生にご提案したのは、インド人の看護師15人どうですかという話をさせていただいて、15人一気に、特定技能だったんですけれども、採用していただきました。で、この15人がですね、非常に大きなムーブメントを作ってくれまして、で、もちろん桜荘が、
まあ、息を吹き返した、もっと言うとですね、70床あったベッドが100床まで伸びた。まあ、今、15からもう少し増やしていただいてるんですけれども、まあ、いきなり、福井県の勝山市にインド人が大量に来たということで、かなりその地元のメディアも盛り上げてくださって、でドキュメンタリーの、番組まで作ってくださって、でまあ、それが全国で入賞したりですとか、まあ、様々な、まあ、インパクトがありました。で、これはですね、すごく、まあ、今後の日本を、まあ、救う、まあ、非常にでいいサンプルだと思っていまして、要は、日本の都市部はもちろん人不足なんですけれども、特にその地方ですよね、まだ外国人がいないようなところでも、外国人が、入ることによって、まあ、どんなことが解決していくという、まあ、非常にいい事例になったのではないかということで、まあ、インド人を受け入れたことがない施設の皆さんが、まあ、連日のように、まあ、見学に行かれているというのも聞いています。はい。で、次に候補者のキャリアパスですね。弊社はまあ300人ぐらいいるんですけれども、まあ一人一人もう全員違うキャリアパスがあります。まあ、これが非常に面白いなというふうに感じています。で、まあ、ほんの一例ですけれども、左のプリアさんですね。プリアさんは、3年間技能実習で働いて、で、インドに戻って、で、特定技能に切り替えて、今、アシスタントナースとして、神戸会社病院で働いています。で、彼女の今後の予定ですけれども、2027年にインドに帰国して、で、結婚をして、で、介護福祉士の資格を取得して、家族と一緒に日本で働きたいというふうに言っています。で、真ん中のラビさんは、3年技能実習で働いて、で、彼の場合はインドで働きたいということだったので、バンガロールにですね、日系の総合病院があります。桜病院というんですけれども、こちらの方に入職しました。で、今はもう2年経って、退職をして、まあ、インド政府の病院に向けて試験準備中と聞いています。で、最後のスプリアさんですね。彼女はですね、3年技能実習で働いて、で、その後戻ってきて、結婚をして、本当は日本に行きたかったんですけれども、家族ビザがない、あと看護師として働けないという、まあ、制限の中で、だったらドイツにどうですかということで、ドイツ語の勉強を今しています。彼女は今、日本語も、まあ、流暢に話します。ドイツ語も流暢に話します。まあ、こういった人材が実はもう2、3人、生まれていまして、まあ、これからこういう流れが、まあ、皮肉なんですけれども、生まれてきてしまうのかなというふうに感じています。はい。で、次がですね、州政府とのプロジェクトですね。こちらのマップを見ていただけるとお分かりになると思うんですけれども、非常にインド広いです。で、私がいるバンガロールはカルナタカ州というところにあります。残念ながらカルナタカとは提携はしてないんですけれども、他の州でですね、今6つの州と、提携をしています。で、どんな仕組みかというとですね、我々の、まあ、小さい会社なので、我々だけではやはりなかなかこの日本のオポチュニティを、PR できないんですよね。ですけれども、提携することによって各州が、各州政府からアナウンスをして PR をしてもらう。それで人材を集めて、で、我々独自のスクリーニングで人を集める。で、日本語研修をして、仕事のご紹介をさせてもらうという形で、やっています。はい。で、こちらはですね、少し冒頭に触れましたけれども、CSR ファンドですね。まあ、ガイドラインはかなり厳しいんですけれども、まあ、貧困層の方から、それでも優秀で、まあ、日本に行きたいという方を、まあ、スクリーニングして、ファンドに当てています。で、これは本当に最初のバッジなんですが、まあ、これから、まあ、どんどん増やしていきたいなというふうに思っています。はい。で、はい、次が2024年のインドということですね。繰り返しになりますけれども、まあ、インドのこのメインランドですね。メインランドとあと北東州というのが、中国、ブータン、ミャンマーを境にしてあります。で、
私は今このバンガロールというところにいるんですけれども、今ですね、北東州というのが非常に、貧しい、州になりまして、日本政府からも、要請もあり、我々も北東州にもフォーカスしていこうということで、メガラヤ州に、集中というか注目して、どうやって北東州の人材を、教育していくかという、あとは、職業機会を与えるかというところに、フォーカスをしています。で、この上の写真ですね、これは何だと思いますか？これは空港なんですけれども、バンガロールの空港なんですね。で、バンガロールは、IT 都市と言われていて、世界の、有数の IT 会社が、こぞって、オフィスを構えているんですけれども、今、空港が第1ターミナル、第2ターミナルとあるんですけれども、この写真のターミナルが第2ターミナルで、去年できたばっかりなんですね。で、非常に、美しい空港になっていて、世界で一番美しい空港に選ばれたという記事もあったんですけれども、観光名所のようになっています。ぜひ、いらして、見てください。で、今、聞いている話だと、第3ターミナルまで作るという計画になっているようで、これからインドはですね、モビリティが非常に、イージーになってきているので、これだけ広い国なんですけれども、広くて近い国というですかね、移動、私も毎日のように移動してますけれども、そういったその、なんですか、国の発展に伴ってモビリティも発展しているというのを感じられる現状になっています。ちなみに、そのインドの国土は日本の、8.9倍ぐらいですね。9倍ぐらいになります。で、下の写真はですね、これは、北の方の、ゴールデンテンプルというところに行った時の写真なんですけれども、1日1万人以上の人が、集まる、お寺なんですね。そこで、フリーフードを、出すという、非常にダイナミックな景色が広がるんですけれども、やっぱりインドといえば人口、人というところで、例として挙げさせていただきました。で、最後にですね、インドの階層が1階層スキップさせる日本語の可能性というところで、これについてお話しします。インドはですね、ローワークラス、ミドルクラス、アッパークラスと、簡単に言えば3つに分かれるんですけれども、ミドルクラスのが、非常に、強いというか、ミドルクラスの拡大によって、そのインドの国力が上がるというふうに言われています。今、大体ですね、全体の半分以上が、ミドルクラスになっていて、で、これが2030年には8割まで達するというふうに言われています。今、人口が14億人いますから、またさらに人口も増えるとして、かなり大きな、人数の方たちがミドルクラスになっていくのことが、理解できます。で、消費市場というのが、それに伴って広がっていく。そうすると、やっぱりインド全体の消費も上がっていくという流れになります。で、中産階級の女性たちがインド全体の労働力を増加させるということなんですけれども、先ほどもお話あったかと思いますけれども、インドの女性が、どんどん今働き始めています。なので、そんな中で、女性たちの、女性たちの収入の増加によって、そのインド全体の収入が増加するという流れが、見えてきていると思います。ここでちょっと面白い、お話をさせていただきたいと思います。ミドルクラス、中間層ですね。中間層の中でも3つ分かれるんですね。ローワーミドルクラス、ミドルクラス、アッパーミドルクラスという形で、分かれます。で、ローワーミドルクラスというのは、だいたい、年間で3、2ラクから5ラク、日本円にすると、35万円から88万円ぐらいの世帯所得のことを言います。で、ミドルクラスというのが、
5ラックから10ラックで88万円から177万円ぐらいですね。で、アッパーミドルクラスというのが10ラックから20ラックで177万円から350万円ぐらいになります。で、この、イメージと合わせて、見ていただきたいんですけれども、オートリキシャーという、乗り物があるんですが、オートリキシャーだったり、バスに乗る人たちは、このローアーミドルクラスです。で、この方たちがミドルクラスになると、バイクを持ち始めます。で、この方たちがアッパーミドルクラスになると、中古でも小型車でも車を持ち始めるようになるんですよね。で、この、ダイナミズムが、今、インドで起こっています。で、先ほどもお話しした通り、その女性が働き出して、女性の労働力が増加することによって、この、ミドルクラスが底上げされています。で、我々の、生徒たちなんですけれども、日本で、介護士として働いています。で、彼女たちはインドでは看護師です。弊社の方では、インド人の看護師を、日本に介護人材として、ご紹介しています。で、この方たちが、日本に行くことによって、年収が年間18ラックぐらいになるんですね。で、これはどういうことかというと、これはですね、インドにいるとき、インドにいたときは、ローアーミドルクラスだったんですね。で、彼女たちが6ヶ月日本語研修して、日本語、試験を合格して、で、日本に行くことで、8ヶ月1年ぐらいで一気にアッパーミドルクラスに上がるんです。で、バイクを購入するまでもなく、車を購入し始めるんですね。もちろん、すぐにはないです。3年とか5年経って家を建て始めたりっていう、ことが起きるんですけれども、純粋に収入から見たときに、一気に、アッパーミドルクラスに行くと。このミドルクラスをジャンプするというのが、今、我々が、実際実施している、結果になっています。で、まだまだ数は少ないんですけれども、これが1000人、5000人、1万人になったときに、インド全体の、中間層が一気に底上げするんですよね。で、そこが、インドのこれからの、見どころでもありますし、そこに日本が、寄与して、で、お互いに助け合うっていう関係ができるのが、インドと日本の関係だと思っています。ですので、我々は、日本語研修センターとはもう行ってないんですけれども、やはりインド人の若い子たちに、スキルアップをさせて、で、職業機会を与えると、これによってそのインドが変わっていく、サポートができればいいなというふうに考えています。私の話は以上になります。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。大変興味深いお話をありがとうございます。それからチャットボックスの方にですね、ドキュメンタリー、インド人介護スタッフ奮闘中という、勝山市の高齢者施設の、YouTube の、ものが共有されておりますので、ご興味のある方はぜひどうぞご覧いただければと思います。それではまずですね、おしぶさんへの、今回のご報告への、ご質問等ございますでしょうか。いかがでしょう。じゃあ、村上さん、よろしいですか。はい。じゃあ、先に村上さんお願いします。すいません。どなたかいらっしゃったかな。じゃあ、ちょっと僕の方から、僕の方から最初にちょっとご紹介しましたように、その技能実習生ね、日本に来て、失踪してしまったりすることが結構あって、おしぶちさんのところのナビスさんはそういうのが全然、
事例がないというふうに伺っております。で、それはその他のところと、そのナビスさんが何が違って、で、そういう結果に結びついているというふうにお考えなのか、教えていただければと思います。ありがとうございます。はい、そうですね。いろいろあると思うんですけれども、生徒たちが、ナビスに入って、6ヶ月間はもう1日7時間、週6日、ずっと先生と一緒にいるんですけれども、この6ヶ月間で、いかにその小さな日本を作るかっていうのは大事だと思っていて、で、エンゲージメントですね。当然、その日本語を勉強すること大変なので、最初の1ヶ月は、一番皆さん、苦労しているんですけれども、で、そこで自信をつけさせること、また、先生にちゃんと守られていたりとか、もちろんインド人のスタッフにちゃんとマネジメントしてもらってるっていうことも含めて、そういう環境を作るっていうのがすごく大事だと思っています。で、あとはですね、一番我々としても、チャレンジングだと思っているのは、インド人の方が、全員が日本に行きたいわけじゃないんですよね。で、インド人の方が英語が話せますので、どこでも働けるんですよ。で、そこに日本語を勉強させる。で、しかも試験に合格させなければいけないっていうところが、彼らにとってハードルが高く、また一家を担っている方たちが多いので、仕事を辞めて日本語に集中するっていうのがなかなか難しいんですよね。ですけれども、我々はその日本に、ご紹介するということに、すごく自信を持っていて、で、彼らが、6ヶ月間大変ですけれども、合格していくことで、彼らの人生が変わっていますから、それをいかに、信用させて、で、モチベーションさせるかっていうところが、チャレンジングではありますけれども、丁寧にやっているところではあります。あとはですね、失踪の話が出ましたけれども、今のところまだありませんが、これがまた1000人、何千人と増えると、またそういうケースが出てくるということは、踏まえてお話ししたとしても、日本側で、弊社の方で、ナビスジャパンがおりますので、インド人のスタッフもいて、インド人もマネージメントができる、体制を作っています。やっぱりインドではいいけど日本ではダメ、do and don't って言いますけれども、そういうところが往々にしてありますので、そこを丁寧に、話し合って、理解させていくっていう、ところは、骨は折れますけれども、インド人は特に、必要なのかなというふうに思っています。あとですね、生徒だけではなくて、受け入れ側ですね。受け入れ施設の選定もこちらでやっています。やはりインド人に、もうちゃんと理解して受け入れてくださるお客様をしっかり選ばないと、そこでギャップが起きてしまうので、そこは非常に慎重にやっているのと、あと、入職した時に、お互いにギャップがなるべく起きないように、インド人がじゃあ12月から入職しますというと、遡って数ヶ月前から、受け入れ施設側に対してインドの研修をします。インドとはどういう国で、インド人材はどういう人材であるかというのを、看護師の皆さんですとか、事務長の皆さんですとか集めて、皆さんにレクチャーと、理解を、の機会をいただいています。そうすることでですね、入った時に、パニックにならないように、お互いにですね、スムーズに、彼らが働き始められるように、サポートをしています。ありがとうございました。他の日本のね、受け入れの、企業にとってもすごく参考になる話ではないかと思いました。ありがとうございました。ありがとうございます。本当にどうもありがとうございました。これ、ちょっと関連するかと思うんですけれども、三原さんからのご質問です。これからも日本がインドの人に選ばれ続けていくには、日本人側、日本における、ホスト側の日本人の方ですね、はどのようなことをするべきだとお考えでしょうかという質問です。いかがでしょう。
ありがとうございます。そうですね。本当におっしゃってくださった通りで、いかに選ばれるかっていうのはすごく大事だと思っていて、で、私も日本人なので、できるだけ日本にご紹介したいんですけれども、そうは言っても、やっぱり、インドの会社なので、インド人の方が、どうやってキャリアアップできるかっていうのを考えたときに、やっぱり日本が非常に、制限されているんですよね。法律的にも、例えば看護師として働けない、家族を連れていけないですとか、いろいろ制限がある中で、あともう一番大きいなのは日本語を勉強しなきゃいけない。で、これはもちろん、ポジティブには捉えてますけれども、少なくても制度改正が必要なのかなっていうところが一番我々も動いているところで、あとはやっぱりその受け入れ側の理解ですよね。インド人はと日本人がよくギャップが起きるのは、インド人が思っ、えーえーと、アクションしたことに対して日本人がそのまま受けてしまって、でも本当はそうじゃないんだよっていうところがただありますので、そこをどうやって理解していくのかっていうのは大事ですし、ただ日本人の方は事前に説明すれば理解してくれるので、それはやりようは全然あるかなと思っています。で、我々その送り出しとしては、とにかくその日本でスムーズに働けるように、彼らに日本語だけではなくて、その生活面でも教育はしてますけれども、そうですね、本当に毎日のようにいろんなエラーが 起こっていて、こういうことで、こうなんだみたいな、例えばトイレの使い方が、ここまで教えないと分かってなかったとか、いろいろあるわけですよね。で、そういうのが、どんどんノウハウというか、経験が増えていくので、そこを、どんどん研修に落として、インド人も日本人もお互いに理解するというのが大事だなというふうに思います。はい、どうもありがとうございました。三原さん、いかがでしょう。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。そうではい、どうす。もありがとうございました。それでは、これからですね、本日の講師の方々へのご質問を最後に受け付けたいと思います。先ほど、ご質問ありました、リツさんへのご質問なんですけれども、当たり前の概念の違いというのは、教材の会話文の中に組み込んで学習者が気づくように作成されたのでしょうかと、それともコラムのような形で書かれているのでしょうかということなんですが。はい、ありがとうございます。実は、先ほどの資料の方なんですけども、まだ、その相談窓口への電話のところのものしか作ってなくて、まだ何もそれに補足資料としては加えてないんですけれども、インド人の当たり前は、日本人の駐在向けの研修の時には、講義としても一応発表しているところもあるし、あとリストとしてやっぱり渡してます、do and don't。例えばこれを言ってしまったら、やっぱりインド人はそういうふうにも考えてないので、これはちょっと日本人とインド人の当たり前の違いというのがあるので、やっぱり異文化理解研修のところで、特に日本人向け、あとインド人の女装部の、その担当というか、マネジメント層向けにやっぱりリストとして渡しています。よろしいでしょうか。なるほど。よろしいでしはい。ょうか。はい、ありはがい。とうございあまりしがとうた。ございました。はい、ありがとうございました。はい。他にはいかがでしょう。何かご質問等ございませんでしょうか。はい。それじゃあ、ちょうどお時間にもなりましたので、そろそろお開きにさせていただきたいんですが、最後にですね、次回のですね、研究例会につきまして、例会委員の村木さんから、
ご連絡させていただきたいと思います。村木さん、よろしいですか？はい、ありがとうございます。皆様、少し1分ほどお時間いただいてお話しさせていただきます。海外日本語教育学会では、年に3回、6月、そして今日です、10月、それから2月に年に3回研究例会を開催しております。で、今年度ですけれども、来年の2月に行う予定の研究例会についてご案内いたします。2011年から、この学会で、研究例会を開催してきて、13年目にいたし、13、14、ちょっとすいません、いたしまして、初めて海外で、対面で、研究例会を開催することとなりました。会場は、私が現在、住んでおります、タイ王国の、私の大学、ナコンパトム県にあるシラパコン大学で開催いたします。現在、2日目の発表者を募集しております。11月7日まで、来月まで受け付けております。詳しいことは、ウェブサイトのリンクを今、チャットにお送りしましたので、ご覧ください。皆様のご参加をお待ちいたしております。はい、ありがとうございました。ぜひ皆様の、ご関心を引くことを祈っております。それからまた、もしよろしければですね、お近くの方々にご広報していただけると大変嬉しく存じます。はい、最後になりましたが、今回のですね、研究例会のアンケートのフォームを再度ですが、送らせていただきます。皆さんのご感想をぜひよろしくお願いいたします。それでは本日、発表者の皆さん、本当にありがとうございました。またお集まりいただきました皆さんにつきましても、お礼を申し上げます。それではまた、皆様にお目にかかるのを楽しみにしております。またどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうごありがとうございました。